東京から遠く離れたこの島には雄大な自然が広がっています。そんな島に移住された方がいました。川上海人さん。千葉県の高校を卒業後、漁業をするために移住。今回は移住した経緯をインタビューしました。名前に海がついてるんで、まあ、海の仕事に就きたくて、まあ、漁師をやろうかなと思って、インターネットで漁師って調べたら、なんかページが出てきて、でなんかそこに飛んだら、なんかこの日にここでそういうフェアがやるよっていうのがあって、でそこで母島の話を聞くところがあって、でそこで話を聞いたら、なんかその漁業フェアがやってるっていうことを知って、まあちょっと行ってみようかなっていう感じで行ったのがきっかけでしたね。まあ、島自体がそう大きくないんで、まあ、どこ行ってもみんな知ってる人がいるんで、挨拶するみたいな、おまわりさんでも挨拶するし、学校の先生でも挨拶するしみたいな、まあ、それも、なんだ、挨拶が、まあ、とにかく多いですね、こっちは見て。まあ、こっちじゃない、まあ、そういうコミュニケーションが取れることが、まあ、島に行ってよかったかなっていう点ですかね。今島ではなんかもう今寮を建て壊してるんで、なんか仮住まいのところに、まあ、漁師の後輩の子と2人で住んでる感じです。楽しくあっちで過ごしてるんで、たまに一緒にご飯行ってみたいな、まあそんな感じですね。ご飯は自炊は、まあ、ほんとちょこっとだけですね。なんか川上海人くん、おはようございます。さあ、時刻は午前4時です。これから、漁に向かいます。今日の漁は縦はえ縄漁。エンジンをかけてから、出港までに、漁に使う、道具の確認をします。漁に使う餌を出して道具を入れる準備を始めます。今日の餌は何ですか？サバと、はい、昨日釣れたイカとか。はよさあ、日もだいぶ明るくなってきました。さあ、そろそろ漁場に着きました。それでは今日の漁のスタートです。漁師を始めて2年近く経ちましたけど、だいぶ仕事も覚えてきました。道具を入れた後は、餌の汁とかで汚れた船をきれいに流します。ごめんごめん。はい、今ソデイカが上がりました。はい、帰りながら水中ライトのちゃんと点検をしています。これも次の日の漁の準備です。島寿司ですね。俵の漬けで作る島寿司を初めて食べました、ね。目標やっぱとりあえずあと4年3年か3年頑張って独立して
のがやっぱ今の目標ですね。まあ、そこからどうやるかは独立してから感じですね。別に仕事以外での楽しみをまあ覚えてしまえば、まあやっていけると思うんですけどね。それどう見つけるかですね。まあやっぱり一つはやっぱ釣りが好きな人、まあ、とても本当に漁師に向いてると思うんですけど、まあ結構親方、選手の人もやっぱ釣りが好きで来て、まあそこから漁師になろうっていう人もやっぱいたんで、まあ、まあ結構釣りが好きな人はこの仕事に向いてるんじゃないかなと思います。結構自分なんかこれをやろうと思ってなんかそれだけやっちゃうタイプなんですけど、だからなんかそのこれを決めたってなったらもうそれをやろうってなんか思ってたんで、なんかそう、まあ自分は結構釣りが好きなんで、まあ島に行ってまあ休みの時は釣りしたりしてるんで、まあそのなんか外で遊ぶっていうのがまあ好きな若い人たちの本当とてもいい島だと思うので、まあぜひ来てもらいたいですね。